皆さんこんにちは、タクです。本日もピクミン3デラックスやっていきましょう。ミッションモード、前回が原生の森をプラチナでクリアすることができました。じゃあ今回は白銀の泉やっていきたいと思います。2個目のステージです。それでは早速やっていきましょう。今回が黄色ピクミン、青ピクミン、白ピクミン、紫ピクミンが出てくるということで、彼らの活躍に期待していきたいと思います。またリーダーも前回は1人だったんですけど、今回3人になるということで難易度が結構上がってるんで、そこの操作性も見どころなんじゃないかなって思うんで、頑張ってプラチナ目指してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速始めていきます。スタート。8分か、緊張するな。どんどんやっていかないとね、絶対間に合わないんで。それでは行きます。ピクミン集合。最初青ピクミンさんは瓦礫を、集めさせて、橋を作ります。でリーダーは1人だけ向こう岸に送って、チャーリーさん、黄色ピクミン引っこ抜かせます。で、引っこ抜いている間アルフさんと、ブリトニーさん待機、橋をまだ作っているんですね。黄色ピクミンを引き抜き終わったら、先に黄色い電気の壁があるので、そこを壊してもらいましょう。で突撃です。で左にアメモみたいな敵がいるんで、こいつの水の攻撃だったら黄色ピクミン死んじゃうので、気をつけながら壊してもらいます。青ピクミンは橋作り終わるね。そしたらピクミンたちを呼んで、はい、みんなおいで集合。はい、橋ができたんで先に進んでいきます。でブリトニーさんはこの陸のところに投げてあげますね。そしたら、引っこ抜いてくれるんで、で、青ピクミンでアメンボの敵を倒しておきましょう。こいつは水を行ってきてちょっと邪魔なので、どんどん先に倒しておきたいと思います。で、アメンボの敵、倒しました。そしたら、アルフ君はこの白ピクミンを引っこ抜いて、ブリトニーさんは壁に行きますかね。壁を壊しておきましょう。レッツゴー！突撃です。でチャーリーさんは黄色ピクミンでこの金塊運んでいきましょうね。はい、いってらっしゃい。でチャーリーさんしばらく休憩します。で白ピクミンで金塊運んでもらって、でブリトニーさんはそろそろ壁壊し終わるかな。はい、待ってます。あ、終わった。よし、次行きましょう。でこの先にダンゴナマズっていう敵がいるんで、こいつは後ろから突撃してあげれば、すぐに倒すことができます。で、青ピクミンで引っこ抜いて、アルフくんですね。アルフくんで、倒した死骸たちを運んでもらいます。1、2。で、1、2で、サクランボ1、サクランボ1、アメンボ2。で、アルフくんは、この先の金塊運んでもらおうかな。あ、そうそう。このマップのところで、リーダーが3人だったり2人の場合は、ここまで移動っていう機能が使えるようになるので、使わないリーダーは移動させておくっていうことをすると、非常に宝を運ぶのが効率的に行うことができるので、やっていったらいいと思います。まあ皆さん知ってる機能だと思うんですけど、これもで即アルフ君を、ここまで移動させてみたいと思います。ここまで移動、ここですね。でブリトニーさんに交代して、先に金塊を運んでもらおうかな。でチャーリーさん、黄色ピクミン戻ってきたかな？まだだね。じゃあ、アルフ君に変えて、金塊運んでもらいます。で、ブリトニーさん、チャーリーさん。あ、帰ってきた。あ、でもまだあと12匹あるのかな。ってことは、チャーリーさんで、白ピクミンの、手伝いをしようかな。いけいけ。で、アルフ君、どうなんで、ブリトニーさん帰ってきたかな？まだだね。今、ピクミンたちが運んでいってる状態なんで、今、時間が空いちゃってるんですけど、待っておきましょう。あ、誰も来ない。みんな今、お出かけ中です。急げ急げー！あと5分しかないよ。制限時間。あ、帰ってきた。よし。そしたら、1、2、3、4、5。周りの果物運んでいきたいと思います。で、リンゴ。おーし、行こう。オッケーオッケー。これで、あーと、一匹足りなーい。嘘やん。じゃあ、どうしよう。じゃあ、ブリトニーさん戻ろうかな。アルフ君で、ここで、
待機しておいて、おおー、ちょっと、チャーリーさんですね、こっち。で、シューピクミン帰ってきてるんで、金塊お願いします。で、運んでもらって、あ、ブリトニーさん着いたみたい。じゃあ、チャーリーさん、この黄色の壁、ここ黄色ピクミンがいるんで、こっちに移動させておきます。で、ブリトニーさんに代わって、壁を壊しましょうかね。壁壊して、あ、一匹だけピクミンが欲しいんだ。あ、ちょうど来てくれた。で、アルフ君に変えて、ここ、果物3匹いるんだ。運びます。で、アルフ君こっちに移動して、イチゴ運んでもらいましょう。ね。で、ブリトニー、あ、チャーリーさん着いた。で、黄色い壁壊して、ブリトニーさんに変えて、ここを運びましょう。1、2、3、4、5。はい、1。で、足りない1匹はこの上から投げてあげれば取れるんで、ゴー。ってことは、アルフ君いらなかったのかな？あ、じゃあ、こっちに移動して、運んでもらえようかな。アルフさんも、こっちに移動して。で、チャーリーさん行きましょう。壊してるので、で、紫ピクミン引っこ抜いて、掘ってもらえますかね。それぞれ、一箇所ずつ置いてたら運んでくれるかな？で、チャーリーさんはここ周辺をお願いして、で、残りのピクミンでこっちを運んでもらいます。反対岸ね。さ、頼むよ、頼むよ。キキ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 。さあ、掘って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 。おっしゃおっしゃ。これ多分間に合うんじゃない？いけるよ、普通に。よし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 。いったいったいった。おっと、チャーリーさん、休憩しすぎだよ。こっちこっちって休憩させてたのはまあ俺なんですけど、ドーン。はい、アルフ君に変えて、ここの辺はもうお願いしておきましょう。で、次、金塊ですね、残っている。あと1分54秒。で、残り全部運んじゃいましょう。多分間に合うと思います。おっと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 、ここまだ掘ってるのか。少ない人数が取ってる。やばい。呼んできます、ピクミン。ちょっと効率悪いですけどね。なんとかいけそうかな。どうだろう。よし。行こう行こう行こう。残ってるピクミンさんたちで運んでいきましょう。これが20匹。で、10匹。で、レモン。よっしゃ、残ってる君に協力していこう。おー、あと1分。いけるか、いけるか？お、いいんじゃないですか？これで全部やろうもん。で、前もやりましたけど、運び忘れがないかなーって確認して、ないですね。よし、これで、プラチナ取れたと思います。わー、1分切っちゃったよ。できれば1分残したかったんやけどなー。でも、今回もプラチナ獲得できそうですね。よかったよかった。よし、動きが止まったんでクリアです。ミッションコンプリート！ふぅー！やったー！あー、このステージ結構難易度高めですね。ほんと、バリ急がんと。クリアできない感じなんで。はい、なんとか今回もプラチナ獲得できました。
最後までご視聴ありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。